演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちら、ファミリーマートのお母さん食堂煮卵入り豚角煮を食べたいと思います。なんかこれ角煮って煮卵と一緒に入れたからですよね。なんでなんだろう、何かあるのかな。おお、結構プルプルしてるような感じがありますね。あ、いや、それじゃまずは煮卵からいただきます。お肉も卵もかなり大きくて食べ応えがある。口の中に入るのがなんかちょっと不安になってしまいましたね。でも無事に入ってきた。噛んだ瞬間に甘辛いタレとお肉の食感、卵の食感、うまく空間が似合っていました。本当に食べ応えもあって大満足の一品なので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。